現在セントラルリーグではジャイアンツがトップ、2位ドラゴンズ、3位にスワローズ、カープが勝率差でわずかに4位と追っている状態です。そしてパシフィックリーグも今日はすでにファイターズとライオンズのゲームがありませんが、またパリーグも詰まってきました。はい、面白くなってきましたね。セリーグはジャイアンツが一つ抜け出ている形で前半戦を終えるという形になりそうですが、今日はタイガースがジャイアンツに対しリードを奪っています。さあ、2人目は大原がマウンドに上がりました。おとといのゲームでは藤井の後2回を投げてピシャリと抑えて勝ち投手、ようやく昨年71試合を投げた左が戻ってきました。先発した小林は5回を投げて80球8安打という内容、粘りのピッチングを見せました。試合に登板しました大原、まあ、本人が話していたのは怪我じゃないんですが、やはりその自分の気がつかないところでの微妙なズレが起きていたと思うんです、はいはい、で去年はやはり追い求めすぎていて、そのズレがどうしても埋まらなかったと話していました。まあ、疲れもあるし、こういろんなところのズレが、ね、はい、出てくるんでしょうね。欲も上がりますから ね、 ね、はい、この回は下位打線、左の森岡から。自信を持っているスライダーも戻ってきたし、昨年よりもツーシーム、左バッターのインサイドのボールの精度も上がったと思うと本人は話していました。まあ、このスライダーに関しては昨年はルーキーながら自分のスライダー打てるもんなら打ってみろという気持ちで投げていたと話していました。外れてツーボールワンストライク。より良くするために、さっき良くっていうことを言ったんですけど、より良くするために考えていくことが裏目に出るってこともあるんですよね。良くするとしてるはずなんだけどなみたいなね。インサイドのスライダーです。ツーボールツーストライク。でバッター、まあ、ピッチャーのことはあんまり分かりませんけど、バッターなんかフォーム変えてダメになっちゃったってことあるじゃないですか。じゃあ戻そうといった時になかなか戻らないですか。そうなんですね。森岡2塁へ向かいます。ラミレスようやく追いつきました。ノーアウト2塁。これでチームは9本目。5回ですでに残塁9というスワローズ。この回ノーアウトランナー2塁でバッターは相川。どうでしょうね、相川がそのまま打つのか、あるいは送って次はピッチャーの石川、はい、監督はどういった策で来るか。大丈夫じゃないでしょうかね、はい、右打ち前だったんですからね。6回の表のスワローズ、ピッチャーは代わって左の大原です。しているのは DeNA ですが、ゲームを押しているのはスワローズ。ボールをつけてリード方向へのバッティングです。こういう相川のようにどうでしょう、右方向をかなり意識したバッターに対してはどういったボールの方向になってきますか。はい、一番右に打ちやすいボールというのはインコースの甘めなんですね。あ、はい、インサイドの方ですか。はい、インコース甘めというのはバットをこう内側から出そうとするんですよね、逆方向に行こうとすると、逆に面が出やすいんですよ、右方向に。ボテボテの当たりはファールボール、ストライク2です。今は外からのスライダーでしょうかね。ああいう球の方が引っかかってしまうんですよね、バットにね、ちょっと抜いた球ってのが引っかかってしまうんですけど、ストレート系のインコースっていうのは右に打ちやすいんですよね。今なんか右に打とうとしたんだけども引っかかってしまってるんですよね。本人も縛ったというのはね、かわしてますけどね。まあ、こうなってくると徹底して右にね、打ってきますからね。ストライク2です。1
1対0、今日はすでに5回で9残塁のスワローズ。最下位 DeNA に対して連敗中。キャッチャーは外角。外角でのツーシーム。面白い球ですよね。大体インコースに意識いきますから、それを右に打とうとしますからね。ああいう外にシュートなんか投げられると、あ、外回るのかなって気になりますよね。キャッチャーはそして内に構えました。高城追い込んで内、143キロ。もうこういう感じになるのが普通なんですよね、はい、これが甘くなるっていうのが一番怖いんですよ。ここからはもう我慢比べですか。はい、マイカーの今までのプロ野球の経験持ってるものを全部ここで出さなきゃいけないっていうかね、そういう打席ですよね。石川をリードする相川、ノーアウトランナー二塁。外角のボール、ツーボールツーストライク。石川の好投に何とか援護をしたい野手陣です。その石川は今日は2打数の2安打。6回の表のスワローズ、小林からピッチャー2人目、中畑監督は大原にスイッチ。相川粘ります。引っ掛けさせるってね、逆にそういうピッチングなんですけどね、もういいボールありますね。普通だったらインコースばっかり投げてね、右打ちされてしまうんですけどもね、はい。近く篠原が頑張りました。ようやくこの大原が戻ってきました。やっぱり次石川ですからね、はい、それ以上のものバッターを望んでいきますからね。ファール、次が10球目です。ここを粘っている間に相川の方もタイミングが合ってくるという形にはなってくるものですか。はいはい、うん、なってきますけれどもね。ただ思いがけないところにボールが行ったために手が出てしまったかもしれません。例えば高めのまっすぐのボールのためにふと手が出てしまって空振りとかね、そういうこともあるんですけどもね。ツーボールツーストライク、これもファールで次が11球。しかし大原もしっかり投げ切ってますね、はいはい、投げてる方も大したもんですし、粘ってる方も大したもんですよね、1対0、6回の表、この回チーム9本目のヒット。ここまで残塁は9というスワローズ。今日はあと1本に泣いています。ノーアウト2塁、6回の表、ピッチャーゴロ、ファーストに行く、ワンアウトランナー3塁です。今は大原としてはサードはちょっと難しかったですか。ちょっと難しかったですね。
当たりが弱すぎましたけどもね、はい、ただ右に打たせなかったっていうのはすごいですよ。これはもうしょうがないですよね、高いバウンドで今サーブになってしまったっていうのはね、打つ手は全部打ちましたよ、バッテリーが。はい、さあそして石川です。ここはピッチャー石川で小川監督は動きありますかね。ですか。あるとしたらスクイーズですか。やりづらいですよ。やりづらいですか。はい、今のスクイーズのサイン出た時、今のスライダー来たら怖くて止め見えますよ。さあ今日ヒット2本の石川、いずれもピッチャーは小林でした。ただバッティングがいいです。ボール決めたバットでこう内野前進守備の頭の上を越えるというシーンもあるかもしれません。スライダー外れてボール2、内野は前進守備バックホーム体勢。スライダースライダーなんですけど、強化もあるはずなんですけどね、あピッチャーがバッターだってこんなスライダーって自分の背中より内側から来るんですよ。はいはい、それは怖いですよ。普通はただしっかり見極めてるんですよね。ホームベースギリギリに立っています、はい、やる気満々ですよ。2本で打っていこうという石川、決まってストライク、2ボール1ストライク。しかしバッテリーはそのスライダーを続けます。それは多少甘く打っても怖くて手が出ないんですよ、普通はですよ。はい、前進守備、ワンアウト三塁、踏み込んで打ちましたが内野ゴロ、前に弾いた、一塁アウト。よく筒をすくい上げました。筒のファインプレーです。ツーアウト三塁、そしてミレッチ。いや、渡辺も前には弾いたんですがすぐに一塁へ、そのボールをよく都合もすくい上げました、はい、そうですね。このショートバンド、石川も全力疾走。さあミレッチで共にピッチングコーチが出てきました。石川も大したことですね。そうですね、こんな粘ったバッティングなかなかできませんからね。それだけここまで石川も6勝6敗、チームに対しては貯金を作ることができていません。菊池です。ここは2アウト3塁、右のミレッチ、田中を迎えるところで右ピッチャーの菊池です。総力戦だと試合前から中畑監督も話していましたが、小林がしっかりと5回を投げ切りました。6回